皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。今日の番組ですけれども、実はですね、私昨日なんですけれども小樽の方に行ってきました。実はずっとですね、非常に危険なことがあるということで SNS では発信をしてきましたけれども、ロシアからなんとですね、船が、しかも旅客船が来てるということなんですけれども、この旅客船に関しては実は石川の方に旅客船が入って非常に危険なのではないかという話があってですね、地元でもいろいろ危険だという話があった中で、その航路がなぜか小樽に変わったという報道があったんですが、その後すぐですね、もう入港するということで、私も慌てて小樽に行って入港しているという、そういう現場を見てきました。まずですね、石川県に入った、そのフェリーというものがいかに危険なのか、フェリーというか旅客船ですね、危険なのかということで、報道がありましたので、ちょっとこの報道をご覧ください。実はですね、先々週になるんですけれども、10月の末なんですけれども、なぜ来たロシア客船、地元は困惑、乗客喜ぶということで、北国富山新聞の方で報道がされました。この報道に関してですね、実は中村教授という教授が、これはスパイ行為に注意をすべきなんだというような報道をしております。そもそもですね、今ロシアはウクライナに侵攻しているということで、本当にロシアはどういう動きをするのかということを世界各国が注目をしている中で、本当にスパイ活動を、諜報活動をしているという中で、本当に日本に来ている客船が大丈夫なのかという視線は僕は絶対持つ必要があるというふうに思ってるんですが、やはりですね、そういう視点を持ってこの記事は書かれております。そしてですね、この記事の中によると、往来で来ているのは客が8名だけなんだと、乗船していたのは8名のみだということで、ウラジオストックからですね、石川県の七尾町までですよ、8人で往復してこれでペイするのかという話がありますが、そのうちですね、40代の男性と30代の女性の行き先が分かっていないというような状況にもなっていて、観光ではなく兵器の生産に必要な電子部品の入手等を目的にしている可能性も捨てきれない等々ですね、スパイ活動、諜報活動、あとは産業スパイじゃないのかというですね、いろいろな懸念があるということで、この記事が書かれました。それで地元でもですね、本当に困惑して、これから定期的に、就航するという話だったんですけれども、大丈夫なのかと、いろいろな、疑問の声が出たらですね、今度はなぜかいきなり、その路線を小樽に変えると。いうことで、小樽に今その客船が来たということで、実はですね、これ NHK でも報道をされています。で、 NHK はですね、その会社に問い合わせたところ、なぜ、七尾から小樽に変えたのかということについてはお答えできないということになっています。本当にですね、不思議でしょうがないんですが、さらにですね、ちょっと映像をご覧いただきたいと思います。これですね、昨日の映像ですけれども、ちょっとこれをご覧ください。で、今映ってますけれども、このようにですね、小樽港に接岸をしています。今パーンをしてますけれども、至るところにですね、海上保安庁の船があるということで、本当にですね、こんなところに怪しい船が入っていいのかというふうに思っておりますし、NHK の報道でも、あとは北海道新聞の報道でも明らかになっているんですが、あの七尾で8人のうち2人が行方不明になっているという話でしたけれども、この小樽に限ってはですね、3名の乗客しか来ていないと。3名でですね、ウラジオストックから小樽までこれだけの船を往復をさせて、本当に会社として大丈夫なのかと、
そして実際にですね、このような声が石川県で上がっているとしたら、北海道としても大丈夫なのかという声を上げてですね、そしてまあこの船というものを監視する必要があるんですが、小樽ではですね、何にもそういう声が上がっていないということで、本当にこれは大丈夫なのかなというふうに思っています。で、ウラジオストックの話ですけれども、今ちょっとですね、地図これをご覧ください。これウラジオストックと石川県の七尾と小樽市に、まあ、そのピンを打っているという位置関係ですけれども、こういうような位置関係で、実は今ウラジオストックっていうのは本当にですね、ロシアにとって重要な軍港になりつつあります。それはロシアがウクライナに侵攻して、黒海の方で、まあ、海軍が打撃的壊滅的な打撃を受けていると。あとはバルト海でも NATO にスカンジナビア半島の諸国が加盟をするということで、バルト海から大会に出れない状況になっている中で、冬の間凍らない港、そこから常にその軍の船を出せるということがロシアにとって非常に重要なことになるんですけれども、そういう港を見渡したら、今ウラジオストックという港がですね、本当にロシアにとってこれからの対世界の戦略で非常に地政学的にも重要な港になるというのは間違いないと。さらにですね、この港なんですけれども、実は中国となぜかですね、共同に今その管理をするというような形で、中国が今までは、まあその世界大戦前ですね、持っていたというものが、今はロシアが取った、それを今中国がもう一度取り返そうということで、両国がですね、今このウラジオストックを使っているということなんですけれども、さらにこの位置関係は北朝鮮とも近いと。で、この三国というのは今世界で浮いていますけれども、特にですね、中国とロシアの動きなんですけれども、去年この動きがありました。ということで、これはですね、去年の2022年6月16日の報道なんですけれども、中国艦2艘津軽海峡を通過、太平洋でロシア海軍と共同訓練かという報道がありました。まあ、ロシア海軍の駆逐艦など7艘も近くの太平洋で展開をしていて、訓練を、さらに中国海軍の情報収集艦など2艘が津軽海峡を通過した。そして合同で演習をしていたということでですよ。この緊迫度合いというのは、まあ、本当に今上がってきてるなというふうに思いますし、さらにこの訓練がですね、常態化したということで、中ロ軍艦の津軽通過というようなニュースにもなっています。常態化していると。2つの国の海軍が共同で訓練をしながら津軽海峡を渡っている、この事実一つとってもですね、本当に危険だというふうに思いますし、この作戦がウラジオストックを中心に行われているとしたらですよ、今回のウラジオストックから出てきた船というものが石川県と北海道に来ているというのも、私は偶然じゃないというふうに思いますし、そういう視点からも本当に危険だというふうに思わざるを得ないと。さらに去年は10月の段階でも、中国軍とロシア軍の艦艇10艘が津軽海峡を同時通過したのを初確認をされたというような報道も NHK でされている等々ですね、本当に緊迫していると私は思っております。そういう意味において、本当にですね、ロシアからそんな船が来ているということ自体をですね、問題視すべきだというふうに思っていますし、本当に大丈夫なのかという声を上げるだけではですね、私は本当にダメで、本当にしっかりと行政ですとか、まあ、しかるべき機関がこのフェリー、その客船というものにしっかりとターゲットを絞ってですね、調べるということが必要なんだろうなというふうに思っております。今ですね、イスラエルでは大変な状況になりつつあります。ハマスがイスラエルをテロ攻撃をしてですね、本当に多くの方が失って、今イスラエルが、まあ、そのガザ地区の方に対していろいろ攻撃を仕掛けているということで、まあ、賛否両論いろいろな話がありますが、まず間違いなく言えるのは、
ハマスというテロ集団が行ったあのテロ行為は絶対許してはならないと、これは国際的な、まあ、その常識といいますか判断なんだと。その中でですね、じゃあハマスとつながっているのはどこなのかと、これは中国であろうと、ロシアであろうと、北朝鮮であろうというふうに言われていると。そして、パレスチナを応援するというような声明も出しているということを考えたらですね、我々もどういう立ち位置に立つべきなのかということを合わせて、今のパレスチナと、まあ、ハマスとイスラエルの戦いというものも我々に置き換えて考える必要もあるだろうというふうに本当に思っています。今回ハマスがイスラエルを攻撃したように、いつ北朝鮮が日本ですとか韓国に対してミサイルをあのように撃ってきたり、何やら攻撃を仕掛けてくるということも考えなくてはいけないというふうに思っていますし、あとはロシアというものが中国と結託をして、北海道もしくは沖縄等々に侵略を仕掛けてくるかもしれないということもですね、まあ危機管理というものは最悪の状況を想定してそうならないようにするというものが非常に重要だというふうに思ってますので、そういう視点で考える必要があるんだろうというふうに私は思ってます。いずれにしてもですね、今回小樽の方に、まあ、その行きました。そして、本当にその客船が来ていて驚きましたけれども、これからどうなっていくのかというものを非常に注視しなければいけないというふうに思ってますし、小樽というのはこの番組でもいろいろ紹介をしてきましたが、実は大変な状況があるということですね。小樽どういうふうに大変なのか、今までですね取材したものをちょっとまとめて皆さんにお見せしますので、ちょっとこれご覧ください。小樽からだいたい15分ぐらい車で走ったところにあるんですけれども、このように非常にまあ風光明媚といいますか、まあ海上がよく見えるというそういう場所にこの海水浴場がありますけれども、こうずっと歩いててですね、あそこに白い建物が見えます。あの白い建物が、まあ、中国商に買われたという小樽迎賓館というホテルです。この場所ですけれども、まあ、地図で説明しますけれども、非常にその国防上ですね大変重要な場所にあるということで、ここは非常に危惧をしている場所であります。一番飛び出た場所をそこにいます。そして後ろに見えるのがホテルノイシュロスというですね、まあ、小樽にあるホテルなんですけれども、これは昔からあるホテルだったんですけれども、まあ、ある時倒産をして今の新しい名前のホテルになっています。でここはですね、実際は中国資本とは、まあ、全く関係ないというのは分かってるんですが、ただ中国と関係ないのかということでいろいろお調べさせてもらったらですね、ここの運営をしている会社が中国で、まあ、その大きな公衆浴場、これを経営をしているというのが分かりました。ということは、まあ、中国とはつながりがあると。さらにその公衆浴場というものをですね、まあ、ゆすりの材料にされてですね、実際には中国の意のままに動いてしまうかもしれないという状況も作られかねないということでですね、実際にはこういう展望の素晴らしい場所、ここにあるホテルがですね、実際に中国とつながりがあるのかないのかというのも調べるのも非常に重要だというふうに思ってますし、そうならないことを願いますけれども、このホテルはですね、そういうように中国でいろいろ事業展開しているというのは、まあ、長い目で見ると非常に危険な状況にあるのかもしれないと思っています。今僕は小樽の一つの山の高台に来ています。ここですけれども、隣を見て分かるようにですね、まあ、非常に美しい古い建物がありますが、これは大正11年に建てられた建物で、まあ、北の誉酒造というこの会社の当主がですね、この建物を建てて、それがまあ文化財になっているという非常に素晴らしい建物ですけれども、実はこの建物ですけれども、昭和29年、まあ、昭和天皇と皇后両陛下がお見えになった時にですね、ここにご宿泊をされているという由緒正しき場所です。でここの今持ち主ですけれども、夕張鹿鳴館、これをですね今でも保有していて、まあ、他の
多くの夕張の市の不動産を買ったんですけれども、それを転売をしてしまった。ただ夕張鹿鳴館だけはですね、手放さないで持っているという、その現代という会社がここの場所をまだ別のタイミングで保有をしたということで、ここは現代が保有している場所です。ここは間違いなく小樽を全貌するのに一番いい場所だということで、小樽市の重要眺望地点になっている場所なんですけれども、実際には非常に綺麗な小樽が見えます。で、あそこの方にですね、緑の山が見えますけれども、ただここからはあの向こう側は見えないんですけれども、実際あの向こう側、先ほど言ったですね、和光荘があります。なので、ここから全部小樽が見えて、さらにあの山の向こう側、見えない部分は和光荘という場所から見えるということで、小樽一帯を見えるという、まああそこが、まあ、中国資本が抑えていて、この地点も中国資本が抑えると全部見えるという位置関係にあるんですけれども、実はここからすぐそこなんですけれども、まあよく公園にですね、立っている屋根だけ、中に柱が立っているような、まあ建物が見えますけれども、実はあそこの場所、あそこの場所が中国に買われているという場所で、ここがすぐ近く、歩いて 2,3 分もかからないところの、まあその建物の正面に来ていますけれども、実際ここですね、中国の方がその食堂をやる、まあそのということで、正面にですね、その食堂の看板があったんですけれども、最近までそれがなくなっています。で、実際僕がここに来た時ですね、中に入っていって、まあそのごめんくださいって言ったんですけども、誰でもいないという状況があってですね、その後すぐですね、まあそのまあがたいのいいですね、中国人の方がわーって来て、何やってんだみたいなことになったんですけれども、まあ、その方にお話を聞いた時も、まあ、ここはまあその所有をしているけれども、レストラン等々はもう再開する予定はないというような話をされておりました。で、ここなんですけれども、もともとは国が持っていた建物でですね、中の方にも、まあ、だいぶ前の時入れた時には入ったんですけれども、まあ全貌できると、小樽を。で、向こうは全部ガラスなんですけれども、さらにその下にはバーベキューをやる場所があったりですね、まあ、非常にその豪華な造り、この建物で、ずっと山の裾の方までですね、土地があって、相当な広大な土地なんですけれども、これが、まあ、中国資本に買われてですね、まあ、今後どうなるかわからないと、レストランももうやる気はなさそうですので、この建物、この立派な施設がですね、どう運用されるかわからないと。ここなんですけれども、中国資本が買ったというわけではありませんが、ニトリパブリックというニトリの関係の会社が買っているということが分かっています。で、ニトリという会社はご存知のように、実際には中国というところと非常に密接な関係があるということで、この場所実はですね、北海道サミットの時に胡錦涛国家主席が当時の北海道にお見えになりましたが、その奥様がですね、ここにわざわざ来て、ここを買いたいと言った場所ということで、我々は注目をしていたんですけれども、それが実際にはニトリパブリックという場所、会社、これは千歳空港の上の高台に1万人規模の中国の別荘地を作ると言って、途中まで作った、その会社が実はここを所有したということで、ここも非常に今危惧をしている場所ということで、皆さんにお伝えをしたいと思います。こういうですね、普通の民家をまあいろいろ買って中国の方が、そして民泊にしているという事例がかなり発生しているという、そういう情報が入ってきて、まあここは一つなんですけれども、ここにですね、まあ2つの名前が書いてあります。あそこに英語でですね、もし私に連絡がつきたかったら、ここから2分先にですね、ゲストハウスがあるので、心配しなくてもいいですよというふうに英語で書いてあるということは、この他に同じような住宅を民泊にしてですね、これは一つの事例ですけれども、そういうですね、多くの住宅が買われて民泊になっているというのがですね、今の小樽です。
今僕は塩屋海水浴場に来ているんですけれども、向こうに見えるですね、まあ、海岸線があるんですが、そのずっと奥にオタモイ海岸という海岸があります。まあ、東側の方なんですけれども、そこにですけれども豪華な建物や遊園地がですね、崖の、まあ、中間に立っているというような、まあ、一大レジャー産業が起こった場所なんですけれども、それが、まあ、昔に今火災で喪失してしまったと。それをですね、もう一度ニトリがお金をつぎ込んで、そこにもう一度テーマパークを作るという、そういう場所で、ちょっとですね、まあ、入り組んでいる場所で見えないので、ここで説明をさせていただきました。で、ここの海岸線なんですけども、実はあちら側に見えているあの建物なんですけれども、あの建物も以前皆さんに、まあ、お知らせした通りですね、中国人が買ってしまった場所ということで、この海岸線の、まあ、そのここと、まあ、向こう側というのが、まあ、ニトリは中国というわけではないんですけれども、まあ、中国に非常に、まあ、そのつながりの深い企業が、まあ、ちょうどあそこを買う、そして開発をするということで、ここから説明をさせてもらいました。塩屋海水浴場から中まで入れなかったんですけれども、まあ、オタモイ海岸の近くまで来ましたので、そこをご覧ください。この奥なんですけれども、今は、まあ、冬季通行止めということで入れなくなっておりますけれども、この奥がオタモイ海岸になります。でもですね、この奥、まあ、夏は行けるんですけれども、行ってもですね、通行止めになっていて、その先は行けないということになっています。その行けない先なんですけれども、先日、小樽商工会議所の方たちが、実際にですね、ニトリがお金をドンと5000万円、まあ、確か5000万円だったと思います。それはスタジオの方で確認しますけれども、そのお金を、まあ、その商工会議所の方に渡してですね、このお金で調査をしてくれと、オタモイ海岸、もう一度そこにテーマパークを作りたいというお金を払ったということで、そのお金で調査をするということで、商工会議所のメンバーの方がこの奥に入っていって、昔どういう状況だったのかという調査をしているということで、実はニトリが芸術村を作ったということで、今ホームページの一部を見ておりますが、実際に昔のですね、建物を、まあ、買ってですね、そこで複数のいろいろな展示というか美術館というものをやっているということで、でこれが国の施設だったものを、まあ、中国が買ってしまったんですけど、最初はレストランやるっていう名目で買われたんです。ただ何回来てもレストランやってないので、今何に使われてるのか分かんないんですが、ここからあの下までずっと土地が続いてて、めっちゃ広大ですから、これ。今の名前は六葉っていうところが名前変わって、でここの建物ですね、農水省が国交省に譲ったか、国交省が農水省に譲ったか、あれ7マイクロバイオセンターってなってる。ここ微生物だって。ここあれ、ここレストランにするって言ったのにこんなものになってる。なんだこれ、 LG 生活館って。本当はここはレストランで中国企業が買ったんですよ。だけれど今来てみたら、なんか来てみたらマイクロバイオームセンター、センター、微生物バイオーム、微生物素中心で、ここは昔は、国の土地だったんですよね。どっちが先か忘れたんですけど、農水省が国交省に譲ったか、国交省から農水省に行ったか、どちらかだったんですけど、なるほど。ここに防衛施設はないわけだ。そうですね。そうすると今の土地の利用規制とは全く引っかかってこないんですよ。引っかかってこない。そうです。でも軍事上どうしても重要だっていうのは、もう米軍の艦隊が入ってくるので。小樽港、はい。ということで今ですね、小樽の、まあ、ある山の上に来てます。これは、まあ、地図の方に出すとしましてですね、実はこの場所100年前にこの建物が北の誉丸酒造と言ってですね、北海道では有名な酒蔵の、まあ、創始者が建てたということで、
ここには天皇皇后両陛下、昭和天皇皇后両陛下が、まあ、お泊りになった由緒正しいですね、地域の、まあ、大切な文化財とも言えるような建物なんですけども、実はこの場所、中国のペーパー会社が買って、そして何にも手をつけずに、こんな状態になってしまってるってことなんですけど、どうです？いやー、これね、もう100年なんで、ちょうどね、もうちょっとこう、なんかイベントみたいなものがね、ですよね、あって、地元の人たちに、もう知らない人も多分ね、いらっしゃると思うんですけれども、もう、ちょっと大々的に、ね、ですよね、ね、なんかこうやってもらいたい、で、地域の中で大事にしてもらいたいような感じではありますが、なんかちょっと残念ですよね。そうなんです。来るたびにですね、まあ、こうやって荒れ果ててしまっていて、本当はここですね、その昔の小樽の生活ですとか、いろいろな歴史を教えるというですね、博物館のような役割を果たすということで、そのペーパー会社がここを買って、運営をするというはずだったのに、この有様、実はこのペーパー会社は夕張の鹿鳴館っていうところの、まあ、指定管理者にもなっているんですけれども、そこもですね、荒れ果ててぐちゃぐちゃになっていて、中がどうなってるのかわからない、ここももしかすると展示のできないような状態になってるかもしれないということもですね、地元の人が相当危惧をしてるんですけども、どうですか？なるほど。これってそういう本来の目的として、はい、その買う目的として言っていたのと違ってるっていうことを元にして、ね、はい、もう一回別の方に売ってもらうとか、はい、なんかね、そういうことはやってもらいたいですよね。ですよね。これは小樽の持ち物かもしれませんし、夕張鹿鳴館も夕張市の持ち物かもしれませんが、北海道民、そして日本国民の大切なですね、僕は財産だと思ってますし、昭和天皇皇后両陛下がお泊まりになった歴史ある場所ということが、実はこういうことになっているということで、まあ、ここはどうしてもですね、浅香さんに見てもらいたかったんですけども、最後どうですか？いやー、本当に手入れが全然されてない様子があって、もう外壁にしろ何にしろ、ね、相当傷んでいるのは、このまま放置されるのはやっぱりちょっと忍びないですよね。ですよね。なんとかしたいですよね。はい、まずがここはまず第一弾ということで、さらに違う場所にも行きたいと思います。鹿鳴館の映像、ちょっとこれご覧いただきたいんですけれども、両方ともですね、とんでもないことになっているというのがわかると思います。でですね、私が問題にしたいのは、この両方ともですね、展示されてですね、それぞれ、まあ、それ来場者にこの建物の中を見せるというような、そういう施設であるはずなのに、両方とも今、誰も見学できない状況になっていると。本当に中はどういう状況になっているのだろうかと。もしですね、まあ、天皇皇后両陛下がお座りになった椅子があるとしたら、その椅子というものはどのような管理をされているのか、もしかしてなくなっていたらどうするのか、とうとうですね、これはちゃんと、まあ、検証する必要があるんじゃないのかなということですね。ここは銀鱗荘ということで、まあ、いい悪いは抜きにしてですね、ニトリという会社がもしかすると中国の稲荷になるかもしれないので、気をつけた方がいいという意味で、ニトリが、その悪いという話ではないのですが、ニトリという会社がなぜかこの場所、2008年ですね、洞爺湖サミットがあった時に、東華線国家主席が北海道に来て、その奥さんがここの場所を買いたいと言って、まあ、いろいろな騒ぎになった場所を、なぜかニトリが買ったと。そしてこの場所には、先の大戦の時には、まあ、その砲台が並んでいたんだと。さらにこの下なんですけれども、まあ、滑走路があって、飛行機が、まあ、その離陸できるような、離着陸できるような場所もあったという、守りの要の場所なんです。そして、まあ、そのいろいろな敵国が北海道に侵略するという時には、小樽もあり得るということは、まあ、その国防上のいろいろな作戦の中にも書かれているということは、で、ここは本当に大切な場所、そこがですね、何やら怪しい場所になってしまっているということを我々は危惧してるんですけれども、この場所に立ってみてどうですか？いや、ここね、その小野寺さんが今こう砲台が並んでいたっていう話をされましたが、はいはい、ここ現地に立ってみると、はい、
確かにここに砲台建てたくなるなっていうのが、はいはい、すごくよくわかる場所ですよね、はい、国防上極めて重要な場所なんで、はい、こういうところというのはあんまりね、そのお金出してくれるから売ります、はい、買いますみたいな話で、はい、ね、終わったらちょっと困るところだなというのを、はいはい、感じます、はいはい、で実際にですね、そのアメリカが日本の至るところで、まあ、その空襲をしましたけれども、実は小樽も空襲をした時に見事にですね、アメリカのその飛行機は墜落させられているんですよね。その時に米軍の、まあ、戦士が言った言葉は、ここの場所の守りは他の場所と違って鉄壁だったと。そういうですね、本当に大切な北海道にとって重要な安全保障上、その場所がこのような状態になっていて、ちょうどあそこの高台もあるんですけれども、あそこからはですね、何やら双眼鏡、あれは観光客の方が見る双眼鏡だと思うんですけども、あそこに立てばですね、全ての小樽の港と、まあ、その町が見えるということで、本当に大変な状況になりかねないと思いますし、実はですね、浅川さんに知っていただきたいのは、あそこに山が見えますよね。はい、ありますね。あの山の向こう側に海岸があるんですけれども、はいはいはい、その海岸をなぜかニトリは遊園地開発をしようとしてると。はあ、で今度は向こう側っていうのは、向こうにも相当な船の往来だとか飛行機が飛ぶので、はい、あそこの場所を取られるっていうことは、いろいろな監視活動もできるという場所をなぜか遊園地にしようとしてるの、どうですか。いやまあ最近ニトリやばいという話はね、いろいろ聞いてはいますけれども、はい、いやちょっとやばいぐらいかなぐらいに思っていたら、はい、ひょっとしたらズブズブの関係だとすると、はい、これは相当大変なことになりかねないなというのを今ちょっと感じているところで、さらにあそこにですね、はい、立派なあの三角形っていうか高いペンシル型のあれはホテルなんですけれども、あの向こう側がですね、まあ、運河通りがあっていろいろなお土産屋さんが並んでる場所なんですが、はいはい、あそこのエリアに今度ですね、芸術村というものを作って、はい、日本の芸術品を、まあ、金を使ってですね、どん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 集めていたり、はい、そういうエリアを今度中に作っているというのもあって、はい、さらに小樽で我々が注意しなきゃいけないのは、民家ですね、はい、民家が相当中国人に民泊という形で買われていて、虫食い状態で中国人の所有の建物がどんどん増えているっていう実態もあるんですよね。そうなんですか、はい、今実際に住んでらっしゃる方っていうのはまあまあ多いんですか、中国人で。中国の方がどんどん増えているっていうのは間違いないと思います。さらにこの港から実はですね、まあ、ニトリの家具が中国で作られてきて運ばれてくると、はい、で運ばれてきたら空になるということで、実はこの港からですね、ニトリは水と米を中国に輸出し始めた港がまさにこの小樽港なんですよ。そうなんですね、はい、まあ、確かに距離的な観点で、はい、考えればここから中国であれば、はい、まあ、確かにいい位置にあるということになりますね。北朝鮮の港を借りてるので、本当に隣に行ってそのまま行けるという。なるほど、ラジン、はい、ラジン、そうです、はい、ということかな。さらにラジンの、まあ、特区はもっともっと多くの港を中国に作るということで、まあ、建設も始めましたので、そういう意味ではもう大規模に日本の北海道の食料をここから輸出をしようと思っているのは間違いないですね。なるほど、はい、という安全保障上も食料安保の問題もいろいろな問題に詰まっているということで、うん、最後にどうぞ。なるほど、はい、ではまあその動きがまあ現実に進行している状態の中で考えるとしたら、はいはい、いざという時にはそういう食料輸出が完全に止められる仕組みっていうのが、はいはい、その通りです。まあ、国の中でちゃんと作っていかなければいけないということになりますよね。その通りですね、はい、今その議論が全くないまま野放しになっていると、本当にそのポイントは重要だと思いますね、うん、ということで、まあ、ニトリという企業を通して、中国と非常につながりを持ち始めていたりですね、
まあ、怪しい動きが小樽周辺にある中で、さらにロシアの客船が石川県で騒がれていたものが北海道に来ているということはですね、本当に他の地域よりも非常に危ういという、私はそういう考えを持ってますので、ぜひこの問題ですね、我々もこれからもずっと追っていきますので、ぜひ皆さんも注目していただきたいということで、今日の番組を終わりたいと思います。全てのプログラムが終了しましたけれども、皆さんにお知らせがあります。まずは11月の18日ですけれども、14時から16時までいつもの札幌 JR 駅のすぐ近くの紀伊国屋書店前で国盛りの街頭演説があります。水島社長と澤田栄一さんが弁士で立つということでございますので、お近くに来られた方はぜひ聞いていただきたいというふうに思います。翌日の19日の日曜日ですけれども、今度は壊されてしまいましたけれども、北海道100年記念塔の前で国盛りの街頭演説があると。こちらの方はまだ弁士の方は分かりませんけれども、ぜひ一人でも多くの方にお話を聞いていただきたいというふうに思います。ということで、今日のプログラムは全て終了しました。もしこの番組を見て面白いと思った方は、いいねボタンを押していただきたいと思いますし、チャンネル登録をしていただければ励みになります。今日はどうもありがとうございました。